それでは以上を踏まえまして、中国主要産法の計算量の見積もりに進みたいと思います。で、この中国主要産法を内容をもう一回復習しますと、まずは N1 とから NK という数ですね、R と書きましたが、実際に具体的には計算する際には整数と思って問題ないんですが、N1 から NK、互いにそうな N1 から NK があって、それからあと A1 から AK ですね、これも整数と考えても問題ないですけれども、整数、こういう値があったとき、数があったときに、こちらの合同式ですね、ここを満たす A を求めると。で、A はどういう条件を満たすかというと、Ni で割った乗与が Ai に等しくなると。そういう A を求めましょうというのが、チャイニーズリマインダーアルゴリズムの内容です。で、あと、与えられた数の長さに関する仮定をいくつか入れておきます。で、まず、法の N1 から NK ですね。法の N1 から NK は、全部単精度の整数と。いうことにしておきますので、Ni の長さはオーダー1ということにします。あと、乗与の A1 から AK についても、これも単精度ということにしまして、で、Ai の長さはオーダーの1ということにしておきます。で、あと、N ですね。N というアルゴリズムの中では、この N1 から NK の積 N を扱うわけなんですけれども、この N の長さは、オーダーの L という、ラージ L ですね。オーダーのラージ L ということにしておきまして、そこで、以前ですね、その中国中央産法の授業でもやりましたけれども、この法の個数、K についても、オーダーのラージ L ということにしておきます。で、ここでですね、その求めるべきことは、その中国中央産法の計算量を、この L の、ラージ L の関数として見積もりましょうということです。で、一応、アルゴリズムの計算量の見積もりをするために、一応そのアルゴリズムの中身をこうざっと復習しておきますと、まず最初、ステップ1でですね、EI を求めるという部分がありまして、これをその i が0から k まで、これ1ですかね、ごめんなさい、0から k、1から k ですね、1から k まで繰り返します。で、じゃあ一応、アルゴリズムの説明をしながら、計算量もこう見ていきたいと思うんですが、まず、このステップ A のところでは、Ni スターというのを計算しておりまして、これは、法の N をですね、それ、L、法の積の N を Ni で割るんですけれども、そうしますと、もともとの法 N の長さが、オーダーの L で、Ni の長さがオーダーの1ですので、その時の序断の計算量がオーダーの L ということになります。で、次に、ステップ B では、その Ni スターと Ni の、拡張域と誤助法によって、Ni スターの逆円を求めるんですけれども、ここは、拡張域と誤助法の計算量を求める部分でして、で、入力の数の大きさを見積もりますと、Ni スターがオーダーの L、それから Ni の長さがオーダーの1ということで、拡張域と誤助法の計算量は、その入力の2つの数の長さの積でしたので、オーダーの L ということになります。で、C のステップでは、この Ti、さっき、ステップ B で求めた逆減に Ni スターをかけることで、この Ei を求めるんですが、ここは多倍長数の乗算なわけですね。で、乗算に入力される各数の長さを見積もりますと、Ni スターの長さがオーダー L で、それから、Ti の長さがオーダーの1と。で、多倍長数の乗算の計算量は、それぞれの数の長さの積に比例していましたから、
その計算量はオーダーの L で見積もられることになります。で、2番目のステップでは、この A1、E1 から AK、EK の、和を、積の和ですね、積の和を計算して、まあ、A を出すんですけれども、ここでは、まあ、EI の長さがオーダーの L、それから AI の長さが、まあ、オーダーの1ですので、まあ、それぞれの乗算と加算の計算量の合計が、まあ、オーダー L で見積もられることになります。で最後に、この出て2番目のステップで求めた A をですね、その法の N で、まあ、割って答えを求めるんですけれども、でこの時の序算の計算量は、A の長さが、まあ、オーダーの L と、それから N の長さがオーダーの L ですので、まあ、この時の序算の計算量が、まあ、オーダー L 以上ということになります。ということで、まあ、この各ステップの中でですね、その一番計算が重たい部分はどこかというと、最後の、その3番目のですね、この A を法 N で割った乗用を求める部分で、まあ、これがオーダー L 二乗となっておりまして、で、結果、この、まあ、中国十三法、その全体の計算量としては、まあ、オーダーのラージ L 二乗と。ラージ L はこの法ですね、その法の積ですね、N1 から NK の法の積の長さの2乗という形になります。ここまでよろしいでしょうか。で、一応ですね、これに基づいて、まあ、前回のその、まあ、行列の乗算に関するモジュラー3法の計算量の見積もりができると思いますので、また各自確認していただければと思います。はい、ということで、今回は主に計算量に関する見積もりを行いまして、でとりわけその序算の計算量ですね、の見積もりを行いました。でその中では、まあ、一変数多項式、それから、多倍長整数を単整数整数で割った場合の計算量について説明をしまして、あとはまあ証明なしですけれども、その多倍長同士の乗算整数の乗算ですとか、あとは拡張有給と誤助法の計算量について紹介しました。で、それに基づきまして、まあ、今回前回宿題となっていましたその中国十三法の計算量について説明をいたしました。で、次回なんですけれども。一応拡張ユークリッド誤助法と中国十三法に関連する話は一応今回までとしまして、次回と再来週の最後の2回でちょっと思考を変えるんですけれども、多項式のや整数の高速な乗算法に関する紹介をしたいと思います。で次回はですね、その中でもその唐津波の乗算アルゴリズムと呼ばれるものを紹介します。ここまで何かございますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。